タグを更新。11歳長男からのホワイトデープレゼントを公開し、反響が寄せられている。この日、幸田は、KK アップ配信してたら一足早い、ホワイトデーサプライズ。息子がチョコパンケーキ作ってくれた。わらわらやーん、ありがとう、息子よ。と綴り、たっぷりのクリームとチョコチップがトッピングされた手作りパンケーキをお披露目。思いを込めて必死に作ったことが伺える仕上がりに、見た目より愛情でしょ、さすが DNA、と感激した様子で記している。2011年12月3日、ロックバンド、バックオンのメインボーカル、ケンジ03、39、との結婚を発表し、翌年7月に第1子男児を出産した幸田。家族の仲の良さが伺えるほっこりエピソードに、フォロワーからは、愛情たっぷりの手作りだー、あったかい愛に溢れた家族でキュンキュンです。見てるこっちまで幸せになりました。ボーイくん優しい素敵なホワイトデーですね。めちゃくちゃ美味しそうなパンケーキ。くーちゃんがめっちゃママしてる、といった好意的な反応が寄せられている。ステージ上では圧巻のパフォーマンスを見せ続けている幸田だが、家に帰れば息子に愛情を注ぐ、優しき母であることが伺える今回の投稿。私生活の安定が長年第一線で活躍し続ける秘訣。